小さな積み重ねがもたらした大きな違い。私たちのささやかな実践によって大きな奇跡を起こすことを目指しています。太平洋の真ん中に浮かんでいる8万トンのプラスチックゴミの島 GPGP。 私たちが何気なしに捨てたプラスチックゴミは GPGP 島周辺の生態系に深刻な影響を及ぼしています。人類の生活基盤である地球環境を保護するために結成されたアセズ WOW はノーモア GPGP プロジェクトを通してプラスチックゴミ問題の解決に努めています。社会人の青年たちで構成されたアセズ WOW のメンバーは、自分の職場でマルチユースカップを使用し、プラスチックゴミを分別して捨て、使い捨てレジ袋の代わりにエコバッグを使用、そして休日には職場周辺のプラスチックゴミを回収して第2、第3の GPGP が出るのを防いでいます。世界35カ国210地域で活動しているアセズ WOW のメンバーたち、2030年までに8万トンのプラスチックごみを回収しようという目標のもと、ノーモア GPGP プロジェクトを3つのステップに分けて実践しています。ノーモア GPGP プロジェクトステップ1は、環境に対する意識を変化させることです。アセズ WOW のメンバーは流動人口の密集した地域にパネルを設置し、プラスチックごみによって発生する深刻な環境問題について知らせ、日常生活の中で環境保護を実践できるさまざまな情報を提供しています。プラスチックを減らそう街頭行進、また企業や観光庁での環境フォーラムや環境セミナーを開催し、人々の環境保護に関する意識を呼び覚ましています。ノーモア GPGP プロジェクトステップ2は、環境保護の実践です。全世界35カ国210地域の社会人の青年で構成されたアセズ WOW のメンバーは、まず自分の勤める職場でプラスチック代用品を使うようにしています。また定期的な環境クリーン活動を通して、2030年までに8万トンのプラスチックごみを回収することを目標としています。都心、公園、河川、海辺で無造作にポイ捨てされたごみを回収し、回収したごみをリサイクル可能な形に分別して出し、プラスチックのリサイクル率を高めています。
モーモア GPGP プロジェクトステップ3はパートナーシップです。ノーモア GPGP プロジェクトは一個人の能力ではなく、みんなで協力してこそ実現可能なことなので、アセズワウのメンバーは各国の企業、政府機関、国際機関の協力を求め、第2第3の GPGP を作らないようにするため MOU を締結しています。私たちが直面しているプラスチック環境問題、他の誰でもない私たち自身が解決しなければなりません。アセズワオはノーモア GPGP プロジェクトを着実に実践し、命が息づく美しくクリーンな地球環境を作っていきます。